ぶつかっちゃって指揮官閣下ですか？はい、ロイヤル所属戦艦リベンジ、今着任しました。おはようございます、指揮官閣下。今日もリベンジに手伝えることはありますか？顔色が悪いようです。何か困ったことでもありましたか？相談に乗りますから、よければ何でも私に言ってください。困ったことは溜め込まずに吐き出さないと。すみません、テーブルの書類に気づきませんでした。今片付けますね。この間急いでたら駆逐艦にぶつかっちゃいました。お互い怪我がなかったので良かったですけど、でもずっと仕事していると首とか肩とかが凝りますよね。よければマッサージをしてあげましょうか？急な用件ですか？はい、今そちらに。雑談ですか？すみません、またバタバタしちゃいました。女の子に失礼ですよ、指揮官閣下。新しい任務ですか？手伝いが必要でしたらいつでもお声掛けください。任務の報酬今受け取ってきます。リストの確認が先ですか？指揮官閣下宛てのメールです。今お持ちしましょうか？無事のご帰還で心が落ち着きました。一度お休みなさってください。落ち込まないでください。指揮官閣下がご自身を改めてさえくれれば、必ずやみんなに受け入れてもらえる日が来るはずです。指揮官閣下、初めて会った時にぶつかっちゃったこと、本当に大丈夫だったでしょうか？気になるのでしたら全身検査でも。委託組が帰還しました。一緒に出迎えに行きましょう、指揮官閣下。ありがとうございます。指揮官閣下の期待は裏切りません。閣員、私についてきて。よし、このまま進みましょう。やっぱり突っ走りすぎましたか？指揮官閣下とみんなは私が守ります。ひるみません。